老いていく悲しみ、負けてしまうことの悔しさ。ブギウギ。愛子を誘拐しようとした小田島の突然の訪問に驚きましたが、義理と人情で鈴子は彼を家事手伝いとして雇いましたね。たけしが言うように人が良すぎるという人もいると思いますが、それが鈴子のいいところでもあるのでしょう。しかし水木あゆみが鈴子のラッパと娘を歌わせてほしいと、現在ではカバーなんて他の歌手のヒット曲を歌うことはよくあるのですが、当時はあまりなかったのかもしれませんね。だから現在の人は特に驚くことではないかも。しかし歌った歌手や作った人にとっては深く考え込んでしまうことなのかも。特に思い入れのある曲なら。鈴子にとって水木あゆみが歌うことは心の葛藤が大きいのかもしれません。第119話のお話は、鈴子が水木あゆみにラッパと娘の歌を頼まれるが、その依頼に頭を悩ませ、結論を下せずにいました。この事態は記事となり、鈴子は助けを求めて羽鳥善一のもとへ向かいます。しかし、羽鳥からは、この重要な問題を軽視しないよう厳しい忠告を受けます。君は僕がいいと言えば許すのかい？そんな簡単なことなのかい？といつもの調子で言うが、目が笑っていない。もしも水木あゆみが君以上にうまく歌ったら、君は帰るところがなくなるよ、と脅すようなことまで言われてしまい、ますます悩んでしまった。そして茨田律子も鈴子には厳しい言葉を投げかけ、同じ頃愛子は学校の体育の授業でのかけっこを楽しみにしていましたが、ある日悲しそうに家に戻ってきます。第119話はこのようなお話になるようです。鈴子は羽鳥に言われて、自分の恐れていたことがはっきりとわかるようです。人気に陰りが出てきた。年齢も重ねてきている。歩みは若くて、これからどこまで伸びていくのかわからないほど勢いがある。自分が人生をかけてやってきたことを、他人にやらせるということは、多分一般の普通の人では想像できないくらい深刻なことなのでしょう。第118話、水木あゆみが大和礼子の娘だったとは。それは鈴子が死ぬほど驚くのもわかります。礼子は梅丸時代に彼女が憧れ続けた先輩。鈴子は彼女から舞台に立つ厳しさややりがいを教わりました。彼女は麗子のようになりたかったけれど、大和麗子は二人いらない。羽鳥の言葉で彼女には彼女の良さがあると気づきます。ラッパと娘のダイナミックな歌と踊り、これが鈴子が持つ魅力を発揮するきっかけに。スイングの女王となった彼女はブギの女王になりました。ブギの人気だってすぐに終わるわ。数年前に律子に言われた時は奮起していた彼女、しかし今はブギの人気が落ちたことを鈴子は自覚していました。彼女はずっと走ってきましたが、今はゆっくり歩く時かも、
アイコにとってはマミーが家にいてくれて嬉しい部分もあると思います。一方でトップ歌手として頑張るマミーも誇りなのでしょう。そんなある日、小田島がはじめを連れ鈴子を訪ねてきました。彼は高橋刑事のおかげもあって今は真面目に生活しているよう。鈴子が息子に声をかけたことが小田島にはありがたかったのでしょう。はじめと再会できて愛子は本当に嬉しそうでした。高橋刑事との約束通り、彼は謝罪しに来たのです。普通なら誘拐犯を家に招くのは怖いことかもしれません。鈴子が小田島を家に招いたのは愛子のためでしょう。やはり鈴子はスターらしく、器が大きいところがあるのかも。小田島は心を入れ替え頑張っていました。しかし今は仕事を失い困っている様子。苦労してきた彼女は訳を聞き彼を雇うことに。小田島が鈴子の家で働くのを見て、たけしはびっくりしていました。あいつは極悪人ですよ。また何かやらかしますよ。もちろん彼は大反対です。誘拐事件は未遂に終わりましたが、一度は愛子の誘拐を考えた小田島。たとえ彼がいい人だとしても、家で雇うのは勇気がいるでしょう。ターボー、この世は義理と人情や。鈴子はたけしに説明します。たけしは小田島に返す義理はないと。何もないからこそ義理立てするんや。なんぞええことあるかもしれへんやろ。彼女の言葉で通夜の教えを思い出しました。この世はな、義理と人情でできてんねん。鈴子の心の中には今も母が生きています。人が良すぎると思ってしまいますが、それができるのが鈴子なのでしょう。たけしは彼女を心配していましたね。そんな甘いことだから、水木あゆみの親父にも舐められるんですよ。彼は又野のことも疑っていました。又野が鈴子に近づこうとしているのは、娘の人気のために利用したいだけ。又野のことを知らないたけしには、そう思えるのでしょう。確かに、たけしが心配するのは、もっともだと思います。少し調子に乗っているところもありますが、彼はマネージャーとして放っておけないのでしょう。数年前と比べると、たけしは成長している気がします。そして鈴子は、又野と久しぶりに会うことになりました。梅丸のピアニストだった彼は、控えめで優しい人。彼は少し年を取りましたが、雰囲気は昔から変わりません。玲子を亡くしてから彼は苦労したようです。僕は家事育児に向いてたんやろね。楽しかったわ。そう思うところは彼らしいですね。泣き落としのプロポーズで結婚した又野。彼は玲子の忘れがたみの歩みのことをとても可愛がったと思います。鈴子も同じように愛介を亡くしてから愛子を一人で育ててきた。彼女には又野の気持ちがよくわかるのでしょう。歩みは小さい頃から鈴子のことは父に聞いて知っていました。又野が勧めたわけではないけれど、歩みは歌に興味を持ったようです。
彼はきっと娘の夢を応援してきたのでしょう。娘のマネージャーにまでなるのはすごい力の入れようです。あゆみは鈴子の歌が好きで、又野も歌に励まされていたのですね。父一人子一人で辛いこともあったけど、何度も君の歌に乗り越えさせてもろたわ。大阪の人たちの心にも彼女の歌は届いていました。しかし、たけしの心配は間違っていなかったようです。又野が鈴子に会いに来たのは頼みたいことがあったから。オールスター歌合戦で歩みに鈴子の歌を歌わせてほしい。鈴子に遠慮がちに頼みますが、又野は本気のようです。彼はラッパと娘を歌わせてほしいと。それは歩みの強い希望でした。二人が話していると歩みも後から来ます。鈴子はやはり身構えていましたね。ラッパと娘は私が歌手を本気で目指すきっかけになった歌なんです。初めての大舞台だからこそ思い入れのある歌を歌いたい。あゆみは真剣な眼差しで頼みます。ラッパと娘は鈴子にとって大切な歌、自分にしか歌えない歌をあゆみが素晴らしく歌ったら。そう考えると鈴子は素直に許可できないでしょう。たとえ彼女が玲子と又野の娘であっても。鮫島は三人の様子をこっそり見ていて、また雑誌の記事にしていました。鈴子は羽鳥に許可をもらいに行くことをためらいます。彼女にとって答えを出すのは簡単ではないのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。